先日、パパと大阪で2人で遊んできた時に、ココにお土産を買ってきてました。でこれプラネットドッグっていう、結構固めのな、ちょっとグイグイやってみて、硬い、そうそうそう、ほらほら、なんか強度があるらしいけど、一番硬いやつ、そうだからこれをね、ココちゃんでちょっと遊んでもらおうかなと。本当はここにおやつを入れてなんかやるらしいけどね。あ、今ちょっといい感じのおやつがないので、これだけでちょっとね遊んでみます。はい、ふいちゃん、何やと思ってんの。ふいちゃん、行くよ、行くよ、いいよ、はい、若干匂いがついてるんですね。それ気づかずにね、買っちゃったね。本当は無臭が良かったね。ちょっと大きいかな、ここちゃんには。鼻鳴らしてた。何の音今の。動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ちょっとね、顎が外れないか心配なので、これはあの実家の愛犬ジョーにあげることにしました。まあ、ココはね、また何か見つけた時に買ってあげようかなと思います。じゃあまた。